はい、どうも、SSC コンサルティングの月寄です。お疲れ様です。このシリーズ、今回で最終回になりますね。この本はで、178ページね、1勝9敗柳井さんの本です。新潮社から出ておりますね。ちょっと引用しますけど、日本での出店の事例を考えると、ある地域に出店集中出店しね、一定の店舗数を超えると急に売り上げが伸びる、ね、ドミナント現象が起こるのだ。ドミノ現象ってことですよ。ドミノ倒しのね、っていうことなんですよ。はい、ネットビジネスです。全部ね、当てはまるね。やっぱりね、僕がやってることは、僕がやってきたのはこれですね。あのね、まあチキンちゃチキンなのかもしんないけど、大手がゾロゾロいるところの、例えばもともと探偵さんっていう形で、事業自体は、個人事業はもう今から7、8年ぐらい前にね、会社辞めて探偵さんとして始めたわけですが、あのね、勝てる気がしないわけですよね。タウンページ見りゃさ、一面広告で全国のタウンページに全部出してるみたいな、やばい広告費かかってるからね。で、あとはそのクリック戦争もあるでしょ。もう今はその嫌がらせクリックできないけど、あのアドワーズね、アドワーズの PPC 広告ですよ。敵対会社の広告クリックしまくるみたいな。したら敵対会社はあの広告費用 だけ加算で、実際の潜在顧客がクリックしてるわけじゃないのに、とか、まあね、まさに熾烈なところだったので、これね、大手と肩並べるの無理だなと思って、探偵っていうジャンルでは無理だと思ったので、じゃあ僕は何をやったかっていうと、その探偵っていろんな調査をやりますね。ペット、まあ普通の人が考える、まあほとんど探偵なんてペット探しなんてやらないんだけど、例えばペット探しとか初恋の人探しとかさ、なんかいろいろいろんなジャンルがあるわけ。その中で僕がここって決めたのは、浮気調査っていう部類なんですね。で、探偵さんっていうのはほぼほぼみんな、どこの探偵者さんも浮気調査がメインなんですよ。だからいろんな調査がある中での浮気調査にやっぱり僕は目をつけたんだけど、それでもまだ範囲がでけえと思って、もう全部の探偵者がメインとして浮気調査やってんだから、その浮気調査だけは無理だと。浮気調査ってジャンルもまだでかいなと思って、じゃあさらに絞って、僕はどこに狙いを定めたかっていうと、奥さんのみです。ね、旦那からは依頼別にいらない。ね、要は嫁が浮気してるっていう、嫁が浮気してるっていう旦那さんの方がお金持ってんだよ。だって稼いでんの旦那だから。だから男を客にした方がね、探偵者のやり方としてはセオリーなの。奥さんたちね、お金ないの。お財布握ってるっていうか、収入得てんの旦那さんだし、そもそももうその浮気されてるから、旦那に浮気されてる奥さんたちを狙うってことはだよ、浮気されてるんだから、旦那なんてまともな生活費も一切お金とかくれないわけだから、奥さんたちってお金全然ないのさ。だから普通の探偵者は旦那に目をつけて、浮気してる嫁を懲らしめましょうねっていうことで旦那から依頼をもらうのが普通の探偵者なの。でもそれは普通の探偵者じゃん。それ勝負したって勝てねえじゃんね。だから僕はあえての奥さんに目をつけて、で奥さんのことを煽って煽って頑張ろうねと。僕実際の話、まあ、あの親が離婚してて、で僕は母方についてるから、あのね、お母さんの気持ちは分かりますよと。まあ実際分かるから、奥さんの気持ちは分かりますと、すごい辛い状況ですよねっていう話をして、でその奥さんたちに好まれるような、奥さんたちを勇気づけたいと。ね、シングルマザーになったって大丈夫だと。僕は実際に母親シングルマザーで僕は育ったから、それでもね、まあこんな感じだけど、とりあえずまともな人間になるし、まともでしょ、まともだよね、まともな人間に育つしね、離婚ということに対して恐れることはないんだと。だから僕と一緒に頑張れば、絶対に幸せなね、生活っていうか未来っていうのを手に入れることができると思うし、もちろんね、浮気調査したりとかして、それに失敗する時もあるかもしれないけど、でもやってみないと今現状は変わらないし、
だからまあ最悪ね、例えば今あるものを売ってね、あなたのもう結婚指輪も離婚って決めたらもう結婚指輪も婚約指輪も全部売ったっていいわけだし、ね、旦那がなんかその DVD とか CD とか持ってんだったらそれちょくちょく売ればいいし、ね、で、売るんだったらヤフオクとかの売り方とか全部教えますからつって、である程度教えた上で、で、じゃあその浮気調査って大体1回あたり5万円から10万円ぐらいなんですよ、安くて。で大手の探偵社とかだと1日あたり15万とかだから、だから僕はね大体 7,8 万ぐらいで受けたりしてた、1日あたりね 7,8 万ぐらいだったら奥さん頑張って1ヶ月貯めれば貯まるのさ、うん、でじゃあ1日だけとか2日だけとか、じゃあその5日間のパックのコースで、まあ本来だったら7万円かける5で35万円だけど5日間パックでお申し込みしていただければ30万円に負けますよとかっていう感じで、奥さんたちからバンバン依頼取ってて、男の人から依頼受けたのはこれねマジなんだけど1割に満たないです。 10% に満たないですね。でもこれって普通のやり方じゃないんです。女の人、奥さんっていうのはお金持ってないからね。だから他の探偵者もそこには目をつけないの、旦那から依頼取ろうとするんですよ、うん、でも僕はそれはやらなかった。でその狭いジャンルを制圧したわけね、奥さんたちっていうところを制圧した上で、じゃあ次のステップっていうことになってったんですよね、うん、だからこれもそうですよ。もう一回読みますよ。日本での出店の実例を考えると、ある地域に集中して出店し一定の店舗数を超えると急に売り上げが伸びると。要は狭い地域を制圧するんですよね。狭い地域を制圧するとそこから認知度が上がって、普通のその別に何もしなくてもだんだん売り上げ上がっていくっていうことを柳井さんは言ってるわけですよ。これが実際にユニクロの戦略の、まあ出店の戦略の一つでもあったと思うんだけど、それも結局ね、ネット集客も一緒ですね。ニッチなジャンルでまず有名になるね。ニッチなジャンル、超狭いジャンルでいいわけです。そこを制圧する、ほぼ9割8割9割制圧すると。狭い分野でいいんですよ本当に。アニメでもいいしね、アニメだったらガンダムっていうジャンルのみでもいいしね、萌え系のアニメとかでもいいし、じゃあ例えばじゃあロックミュージックっていうジャンルでもいいし、例えば僕なんかその音楽とかだと騎士団が昔から好きなんだけど、騎士団とかっていうジャンルでもいいし、騎士団を制圧してから矢沢永吉に行けばいいじゃんね、僕が騎士団好きなんであれば、騎士団を制圧してから矢沢永吉に行って、そこから長渕剛に行ったっていうわけで、そこからちょっと戻って尾崎豊とかに行ってもいいでしょ、ね、そこから横浜銀杯に戻ったっていいわけだからでしょ、ね、でその上で今騎士団なんかは結構ね、その最近の流行りのバンドとかと対バンしたりしてるけど、ももクロに飛んだっていいわけだし、ね、金箔に飛んだっていいわけじゃん、行けるじゃん騎士団絡みで、ね、だからまずは例えばじゃあその何かをやりたいんであれば、狭いジャンルを制圧するってことですよ。そこで制圧完了して、有名になったら、そこからあとはまあ結構自動的に広がってきますので、うん、頑張ってればね。だからそれはやってください。多分ねこれね、戦争とかでも一緒、毛沢東のゲリラ戦略とかも結局一緒じゃないですか。まず農村を制圧するとね、都市部はまず置いといて、ね、農村、要は農民ですよ、農村部を毛沢東の革命思想で、僕別に赤じゃないからね、毛沢東の革命思想で制圧すると、うん、そうしてからの都市革命だっていうね、その理論で、革命は進んでったはずでしょ。じゃあ逆にキューバ革命なんかは逆なわけじゃないですか。もういきなりね、都市ゲリラ理論っていうのがあるわけで、キューバ革命なんかは、まあ中南米の革命なんかはもちろんその山、そもそもとして山なんだけど、でも農村から攻めてくっていうのから発展して、もう都市部で一気に行くっていうね、のが中南米系の革命思想なんだよね。うん、狭い地域をとにかくまず制圧する。どこを狙ってもいいけど、農村狙えば、狙うんだったら農村を狙うんだよね。
都市部を狙うんだったら都市部のスラムの部分だけまず狙って、こんな貧困だと嫌だろっていう話をどんどん広げていくとか、そういう狭いジャンルを制圧すると自然に広がって、で革命が成就するわけですよっていう感じです。はいね、勉強になりました。うん、まあ今回は以上ですね。 SCコンサルティングの月寄でした。ではまた。